今日は、無料初心者講座です。今日はですね、リフルシャッフルを解説したいと思います。今日はテーブルの上でやるリフルシャッフルです。カードをパラパラっと弾いて混ぜます。でここすると切りのカードを下げます。ポイントはですね、まず分けるポイントですね。分けるポイントは、右手の親指、私はですね右手の親指で半分に分けます。大体が均等に分けないと綺麗にやっぱり混ざれないと思いますので、これはもう感覚です。大体上から見せるとこのようにこう当ててます。これをテーブルの上でやります。半分に分けたらカードを角をつまんで、少しカードを反らせます。でもこれはカードをあまり反らせない方がいいです。軽く上に持ち上げて本当に軽く投げます。でパラパラ、どちらかというと弾くというよりも落とす感覚でやるといいと思います。あとは中に入れてまっすぐ揃えて、で人差し指で押し込んで、人差し指をそのまますーっと下に下ろすと綺麗にカードが整うという混ぜ方ですね。分かりますね。半分に分けます。カードを弾いていきます。入れて揃います。私は両手でやってますね。右手で親指で取るときと左手で取るときと両方あります。どっちがいいでしょう。これはお好みでどうぞ。左手にする場合は左手の親指で、これも半分になっております。で混ぜるのは一緒です。中に入れて、まず中指でカードをまっすぐに揃えて、人差し指で押し込んで、その人差し指を下に下ろしていくと綺麗にカードが揃います。それともう一つ、カードを入れるときにやっぱり揃えた方が、分けてカードをポンポンと叩くとカードが綺麗に並びます。この状態で弾くと綺麗に入ります。綺麗に入りやすくなると思います。はい、テーブルの上でするリフルシャッフルでした。